日本文学の原点、万葉集。幾多の時代を経てもなお、私たち日本人の心を捉え続ける歌の数々。茜さす紫の雪、しめの雪、野森は水や君が袖降る、ぬかたの大君、田子の裏湯、打ち入れてみれば真っ白にぞ、富士の高根に雪は降りける、山辺の赤人、春過ぎて夏来たるらし、白たえの衣干したり雨のかぐ山、持統天皇。にきたつに船乗りせんと月待てば、潮もかないぬ今はこぎいでな、ぬかたの大君。あらたしき年の初めの初春の、今日降る雪の癒やしけよごと、大友のやかもち、四季折々に移り変わる美しきこの国の姿を、いにしえの歌人たちは歌に込めて残してきたのです。初春の霊月にして、気よく風やわらぎ、梅は狂前の甲を開き、蘭は背後の甲を香らす。現在の元号である令和の元となったのも万葉集。初めて元号を漢籍ではなく日本の国書から用いたとして、万葉集は注目を浴びているのです。初めて国書ね、日本のね、書物から、まあ、しかも万葉集からね、元号が取られたということでね、本当に嬉しく思ってるんですね。このね、新元号の令和っていうのは、まあ、万葉集のね巻の語にですね、梅花の歌32首、そこに序文があるんですけどね、このですね序文の最後にはですね、塩梅を伏していささかに探栄をなすべしというふうにありましてね、まあ探栄というのはね、これは短歌のことなんですけれども、まあそこでですね、こう32人の人がですね、梅を題にしてね、歌を詠んだと、まあ、そういうふうなですね、経緯がありますね。文学部国文学科2年、森恵美里です。今私は万葉集に魅せられています。万葉集は全20巻、およそ4500もの和歌からなる日本に現存する最古の歌集です。その中に鳥羽の海を舞台に詠まれた和歌が3つあると知り、訪ねてみることにしました。
万葉集はですね、現存する我が国ね最古の歌集なんですね。全部で20巻ありまして、歌の数はね4500首余りあります。で、仁徳天皇の皇后の岩の姫皇后と言われるね、歌からですね、天平法治3年、759年の大友のやかもちの歌までですね、約400年の歌がですねあるわけですけれども、まあ、本格的にですね歌が増えるのは、まあ、序明天皇の御代からということで、まあ、そこから数えると、まあ、約130年ということになりますね。で、またこの万葉集の特徴はそのまあ、ひらがなとかカタカナはですねこの時代にはありませんから、まあ、全部漢字で書かれているわけですね。で、その漢字をいろいろとですね工夫して、書かれているのがですね万葉集と言えますね。私は答志島に向かいました。答志島は漁業の島。行き交う漁船が島の経済を支えています。この答志島には万葉集の歌碑が建てられています。私は歌碑のある答志の港からほど近い小島に向かいました。後ろつく投資の先に今日もかも大宮人の玉もかるらん。後ろつく投資の先に今日もかも大宮人の玉もかるらん。柿の元のひとまろ。答志島の先で今日は大宮人が美しい芋を買っているのだろうか。風をよけ軒を寄せた柳波が続く答志島の勢子にこの島独自の文化が息づいています。後ろつく、なんとか言うやろ、投資の先に今日も、今日もかも、大宮人の玉もかるらんっていう歌がある、はい、柿の元の人もあるのな、はい、あるいはな、柿の元の人もあるは投資キアサーだのな、あれ都で、そうです、都で読んだ、読んだ歌やさ、はい、な、今こういう答志島いてこういう遊びをしとるやろって言って自分が思ってな、そんな作った、うん、そうですね。この歌を読んだのは柿の元のひとまろです。
ひとまろはこの歌を持統天皇6年西暦692年に作ったとされています。そうですね、このひとまろという人はですね、経歴もね実はよくわからないんですよね。で主な作品がですね、持統天皇の3年から、文武天皇の4年、まあ、689年からですね、700年の間にですね、作られて、いますね。でまあ巫女とかですね皇女がね、亡くなった時に作られるですね挽歌とかですね、天皇がですね行幸された時にですね、愚舞してねその行幸に従ってですね、歌を詠まれる、というふうなことからですね歌を持ってですね宮廷に仕える、まあ、宮廷歌人というふうに、ね考えられるわけですね。で万葉集中にですねひとまろ作と明記されたものはですねある本の歌っていうふうに書いているものも含めまして、超歌18首短歌66首で、まあ、84首というふうになりますね。で、まあ、後にね歌の聖として、称えられたわけですね。万葉集の中には柿の本のひとまろ作歌とされる歌が遺伝歌を含んで84首あります。大変優れた歌人であることから歌の聖と呼ばれています。実はこの歌を読んだ時柿の本のひとまろは鳥羽には来ていません。ひとまろが読んだとされる短歌3首はいずれも持統天皇が伊勢と行幸された際都から伊勢へ思いを寄せて読まれた歌なのです。鳥羽の海を見渡すことのできる高台のホテル。ここのロビーからの眺めは何時間でもいたくなる素敵な場所でした。古の時代柿の本のひとまろもこんな風景を心の中に描き歌を詠んだのかもしれません。潮騒に、伊良湖の島辺漕ぐ船に、いも乗るらんか、荒き島見よ。潮騒に、伊良湖の島辺漕ぐ船に、いも乗るらんか、荒き島見よ。潮騒の聞こえる中で、伊良湖の島のあたりを漕ぐ船に、あのお方は乗っているのだろうか。波の荒い島の周りを。この歌の中で言う妹は妹のことではなく大切な人という意味だと言います。都から遠く離れ鳥羽の海に船を出し荒波を越えて島に向かおうとする持統天皇の行幸の一行を思いやった歌だったのではないかと私は感じました。鳥羽市小浜の港に朝日が昇ります。美しい海、そして静かな営み。網の裏に船乗りすらん乙女らが、玉物裾に
塩蜜蘭花。網の裏に船乗りすらん乙女らが、玉物裾に塩蜜蘭花。網の裏で船に乗っている乙女たちの美しい物裾に塩が満ちているのだろうか。地名がですね、あの網の裏、タフシの先、イラゴというふうにね、一緒にあの一つずつですね、読まれてますよね。で、そこにはですね、乙女ら、ね、大宮人、これは大宮人っていうのはやはりこの場合は女性を考えた方がね、いいと思うんですね。三首目はね、イモノルランカというふうにですねありまして、こうある一人のですね、女性にあのフォーカスするようなですね、そういう、感じでですね歌が、まあ、読まれているというふうなことで、まあなんとなくね、情景が浮かんでくるようなね歌に仕上がっているんじゃないかなというふうに思いますね。この歌に読まれる網の浦は、近年鳥羽市のお浜のことではないかという説が高まってきたという話を私は知り、ますます興味を抱いたのです。その説を唱えたのが、戦後再興された工学館大学で昭和43年まで教鞭を取られた昭和の万葉集研究の第一人者、澤高久隆先生です。澤高先生の万葉集注釈という著書にはこう記されています。今現に網の浜と呼ばれる地のあること、その浜と相対した東志島の柴崎の南の海を逆手島の老漁夫が網と呼んでいることなどの事実から、網はやはりそのまま網と読み、鳥羽湾の西に突き出しているお浜の入海ではなかろうかという説、次の作の投資とその次の作のイラゴと、そして今の作の網と、三種の歌枕が見張るかす一直線の上にあるという、あまりにも好都合な景観がそこに実在していることを確かめた。これ、網の浜じゃないかという説ですけれども、2首目が答志島、3首目が伊良湖ということで言えばね、やはり鳥羽周辺のですね、どこかというふうなことになるんだろうと思うんですよね。で、その説はですね、小浜出身のね、佐久間彌之助さんという方がですね、昭和32年にですねの春に書いた関西大学のね、卒業論文ということなんですね。でそれに澤高博士がですね、注目されたということになりますよね。確定的ではね、ないにせよですね、極めてですね、有力なですね説だろうというふうに思いますね。私は網の浦とされる鳥羽市小浜で地元の人々にお話を聞いてみることにしたのです。そうですね、この小浜で網の浜昔からここは網の浜っていう、ここのそこがね、網の浜っていうのはな、このバス停、小浜っていうバス停ありましたよ、最初の小浜、あそこの あそこから車がよけついちゃついてます、駐車場のあれの上のあたりは網の浜言うて、私今でも網の浜言いますけど。何人かの方々にお話を聞いていくうちに、この小浜で長年俳句を読まれている方がいらっしゃるという情報を聞き、その方を私は探していました。この辺りでですね、和歌や、その
歌などを読んでらっしゃる方がいるということを聞きました。ご案内しましょうか。あ、本当ですか。はい、井村信子さんという方で。あの増田。増田さん。増田信子さんですね。あのアロシチュンかなっていうというのあの人。カロシチュンの、うん、あのこの旧小学校に日が立ってますけどね、はい、自分。そうなんです、ね。はい、その人の日が。でこのお家本宅こっちのと通りですでご案内します。はい、ありがとうございます。万葉集の和歌が残るというこの浜辺で俳句を読み続ける方がいる。どんな方なのだろう。案内をしてもらいながら私の期待は高まっていきました。増田信子さん、俳句の結社に参加しこのお浜の風景季節を読み続けてきました。でもやっぱりこう綺麗なこうみんなが何かを表したくなる土地にやっぱりそういうのが湧いてくるんやね、気持ちがね、はい、それからここの土地は本当に私はいい土地やなって。この古い家もね、うん、150年経ったから住みにくいやろって皆さん思うかもしれないけれども、だけどこのどこを向いてももうあの四季なんかも惚れてるの。あ、そうなんですか、はあ、これを新しくしてしまったら意味がないし、うん、で障子も昔のまま、うん、昔使ってた障子をそのまま使ってるもんで、そやもんで本当に痛みもあるけれども、一箇所障子張りのすごく素晴らしい人が近くにいるもんで、その人に障子を張ってもらうと算なしでもねちゃんと障子に作り上げてくれる。あ、そうなんですか、うん、でまあそういう古いままで自分は過ごすことでここから何かまた浮かんでこんかなと思って暮らしてますけどね。きっとあの町並みとかがこう、うん、まあ、もちろんなんですけど、その奈良や飛鳥時代なので、うん、今に比べたらだいぶ変わってしまったと思うんですけど、うん、こう海の様子とか、うん、それは変わらないので、変わらない、うん、変わらな い, 変わらない、こう綺麗な海だったんだろうなと思いますね。それでもやっぱりただ新しくなっていくだけもちょっと寂しいですよね。寂しいね。でもこれだけは致し方ないよね、うん、でも昔の人が本当に感動してさ、そういう歌をここに残してくれたっていうことはね、とってもなんていうか素晴らしいことやと思う。だからあの血の流れはないかもしれないけれども、うん、ね、だけどもここへ来ると作りたくなるんだという気持ちをね、やっぱり生み出してくれるようなところだっていう、そういうことをやっぱり皆さんに知ってもらうことだけはね、私が何かものを書いて発表することで分かってもらえることがあるんだという、そういう楽しみはありますけどね、うん、だけどね、やっぱりある程度の元がないと、うん、すぐにはそういう感情にはなりにくいな。そうですね。それでそういう元になることをこう育てていくっていうかな、今本当に若い人に感じてほしいのはそういうことだと思う、うん、お金でも何でもない、この自然の素晴らしいことをやっぱり自分で素晴らしいと思える心をね、育ててほしいなと思うな。柿の本のひとまろが思いを寄せ、歌を読んだ鳥羽の海には、今も事の葉を大切に、風景と季節をめでる心が残されていました。この本当に景色が皆さん見れなかったら寂しいなと思ってね、本当に
空の色と海の色と島の色と、それから満潮、干潮、それの佇まいなんかを見てると、とっても本当にいいところやなと思うな。お金のことも何もかも忘れて、そういう自然と向かい合う時のやっぱり楽しさっていうのはね、かけがえがないな。1300年前ですね、に生きた人々とですね、歌をね、通してこう、つながれるということではないかなというふうに思うんですよね。まあ、こう現代を生きる我々もですね、あのいろいろなね、喜びや悲しみやね、苦しみありますけれども、あの当時の人もね、同じようにまあいろいろな喜びとかね、悲しみとか、悩みがあるわけなんですよね。まあ、そういうことを、まあ我々がですね、知ることをできるというふうなことがありますよね。万葉の海、網の浜には今日も優しい風が通り過ぎます。